誰かに友達の頭に挑んの砂落としてみたぞ。キリチュカラピーチュカラピー、どうもガールマンです。キャピーン、なんかあいつなんか最近ガーラぐらい砂使ってくるやんもうこっちも砂使うまでよ。こっちはクロコダイルになるだけ。目には目を、歯には歯を、砂には砂の乳酸菌そういうことやからね。もうめんどくさいやんこの砂、はい、じゃあこの砂溶けたらいいんやって気づいてじゃあもう MI の家持ってってで MI 呼び出して、あの開いてるやんか1階と2階、なんでか知らんけど、そこからね思いっきり砂落としてあいつの頭上に落としたいと思います。それでもう綺麗さっぱり埋まると思う。タイムカプセルみたいに埋めていこうって嫌な思い出過去はそれで埋めてもう次に進もうと思います。ということでこちらの動画見ていただければ不幸中の幸い決まりないぞということで出ていきましょう。レッツ鳥取砂丘来ましたよ。もうこれを用意したんで、ね、まあ俺の愛車、うん、ラ、あ、お俺の愛車、あと俺、靴下こんなん履いてる。余韻やけど俺こんなん履いてんね。もうあとはもうこれに砂詰めて、MI の家まで運んで、MI の家の2階から砂を落としたいと思います。はい。じゃあやっていこうか。行きましょう。ちょ、待って待って。え、またはめたやつか気づかんかったわ。わざ刺さってんの、わざ刺さってんやん。じゃあ抜いてんねん俺。あれ刺さんなんか出てくんか。砂詰めるわ。お前カメラ回しとけ。はい、俺の射程なんやからよ。回します。これ入れんのもあれやけど運ぶのも重労働やね。しゃべんな、よし、ある程度入れました。ある程度ちゃうねんて、はい、せえよ遅いねんて。はい、もうスコップの使い方知ってん。すいません。あと俺の靴一回上げてみ、下から。お前砂はめられへんけど、砂全部やられよ。遅いねお前。はい、ちょっとねある程度こんな感じで家だから、はい、2トンやった砂やから、もうこれも2トンの砂やからねあ、2トンやった砂はもう2トン。よし、こっちの方が良くない？なんかさ、ほら色ちゃうやん、乾いてるからさ、あの落とす時サラーって落ちるやろ。あー、あ、なんでこっちだけ、中のやつだけな、色こんやろな。あ、ごめん、ちょっと、しょんべんした、俺が。え？なんかもう、トイレも汚いしさ、玄関も汚いから、どこでやっても一緒かなと思って、玄関でしてた。じゃあ、とりあえず、MI1 まで持っていくわ。持っていこう。持って。え？なんで？じゃあ、運べよ、お前。車20分やから、重き走ったら、まあ、1時間着くから。なんで俺が走らなあかん？リーダーやん。気が考えてんの俺やん。やらんて、おい、そんな。ちょ、お前。おい、何やってんねん。運べよお前。いやお前が運べよ。お前なん、お前って言うねんお前。先輩やぞ。先輩じゃあ運べ。先輩じゃ。いや運べよお前。お前なんなんお前そんな。じゃあお前がなんだ。お前や、やや、な、いや、やや、あ、オッケー、マジやった。お前あんま舐めた態度とんない。お前また行くで、ほんまによ。運ぶんけ。お前運ぶん手あげろ。やっとここまで来ました。もう着きます。あ、やばい、マジで。ちょっとあげます今から。いや、ちょ待てよお前さ、俺砂運べって言ったよな。はい。お前何買ってんこれ。え、お前どこ寄り道してんねん。こうなんで買った方が近いかな。お前あの砂運べって言ってんねん俺よ。お前なんで買うんこれ。買って無駄ちゃうんかい。え、ちょお前マジなん、それなん、なんか買うの。う、砂ちゃうんこれ。砂でもお前無駄な金使うんやん。お前マジでそろそろや。いや、ヤンキーじゃん。俺もうこっちこれ持ってきてるから来たってんぞ。あ、関係ないよ。あー、オッケーオッケー。マジでやんやな、これ。よっしゃー、よっしゃ、ほんま重たいわ。よっしゃ、オッケー。砂から。はい、ということでこちらドン、はい、運びました。運びました。これで今から詰めていくからだ。はい。お前ビビってん、見とけ、お前は射程やから俺が全部やるから射程はそこで見とけ。射程の仕事しろ。一応うわー、あげたらもうドバーン行くから。もうここにね。うん、ほんで一応ね、あの助っ人の友達呼んでるから、はい、でそいつに持ってもらって俺らは下であいつをここに立たせるという努力をしよう。はい、ということでやっていきましょう。じゃあ隠しカメラ置くか、そこに。了解です。うん、これえぐいで。
れビビんなよ。はい、ということでね、じゃあ今からもう早速ちょっとエマ呼び出していきたいと思います。いきます。はい、あ、お疲れ様です。もしもし、どうした？あ、ちょ、エマイ君、うん、あの、ちょ、今からちょっとエマイ君家行ってもいいっすかね？全然いいけど。エマイ君います？家。いや、今出てる。あ、ちょ、一瞬戻ってきてほしいんですよ。あ、戻るっすか？うん、どっちみち戻る。あ、じゃあさっさと戻ってこい。おい、なんでメール来やの？あ、すいません、じゃあとりあえず俺らも今から行っていいっすか？全然いいよ。オッケーっす。ちょっとサブだけ取りたいんで。あ、了解。じゃあ戻ろう。はい、失礼しまーす。はい、はい、ということで、もういるんすけど、あいつね、今から俺ら来るって言って勘違いしてるんで、もう寂しいでしょうね。はい、はい、な、寂しいやんな。寂しいな。は？ということでね、前の帰りを待っていきましょう。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。何やって前のように。あかんたーい。もうリフォームしてるんやって。はい。靴脱げよ、当たり前のように。すいません。え、エメ君、赤のジョーダン履いてないですか？ジョーダンじゃ靴下や、これ。靴下やったら脱ぐっすけど。靴下脱いでも意味ない。一緒に11みたいになる、みんなが。え、ヤマちゃん脱ぐ？まあ、靴下だけやったら脱ぐな。石田純一かー。純です。石田純一やんけ、お前。おいお前、ジュンくんや。おい、ジュンくんやめ。ジュンくんやめろよ。お前、ジュンくんや。ジュン一をジュンくんだよ。もう、ジュンくん出たー。なんだ、ジュンくん。俺言ったよ。まあ、靴脱いでいいですか？脱げよ。はい。潔いな。あと、お前、まだ5本指履いてる。5本指靴下タイプだね。おいこら、言っていいこと言ったらかも、くれつかも。うれぇ。あ、こんなことは冗談でさて置いといて、特権チャレンジやりたいと思います。あー、そっちパターンか。まあ、俺ら今一番ハマってんの何ですか？今一番ハマってんの、はい、正解です。勝負に負けたらモンハンライズのデータを消去。それは嫌や。それはごめん、無理や。こっからまあこっちにもう落ちたら消去ゾーンです。じゃあ消去。もうこれ消去です。今おるやん、こいつ消去やん。じゃあまず、はい。もちろん落ちます。エマイ君からチャレンジ行こうか。じゃあ今から俺とエマイ君で決着つけていきたいと思います。行こうよ。レディー、はい。ちょっと何してんの。レディー、はい。行きます。ちょっとこいつしぶといね、マジで。命がかってる時、ちょっと必殺技でも使おうかな。手押し相撲の必殺技。おい。じゃあ行こうかな。必殺サエンドサイクロン。エマイ君負け。なんだこれ。いや、エマイ君そっちおんもんな今、はい、俺終わるちゃうねん。なんやねんこれ。上から何してんねん。サおい、サンドサイクロン。サンドサイクロンちゃうやろこれ。これガードマン必殺技。必殺技。じゃあもう一回いきましょう。サンドサイクロン。ちょっと待って、シャレならんて。どうしたんですか。じゃあ消そうか。消そう。ちょ、待って。じゃあエマイ君も出た。エマイ君も出た。え、マイク、ジャルジャルうるさいっすね。小銭いっぱい入れてきたんすか。小銭じゃないやろ、砂やろ。どこから砂を投げたん。え、ガードマン必殺技でしょ。ここでフックス。じゃあ、NASA 行けよ。NASA ではないでしょ。NASA ではないでしょ。ちょ、待って、NASA で活躍できます、これ。待って、マジなんだよ。靴はやりすぎる。これ、だるい。いや、ちょ、待って。えー、ゴミかー。待て、ボコっていいっすか。俺がボコりたいの。まあ、一緒に行きます。お前、王者。これ、行かれてるんですよ。ほんと、俺もええわ。ほら、これ見ろ。はい。これ、どこのブランドっすか。グッチやんけ。パチモンでしょ、エマイ君持ってんの。パチモンちゃうわ。お前ら、マジでやった。どパチモンもう、マジでダル。パチモン、パチモン、パチモン。って言うなよ。分かってるよな。誰言った。こいつっすね。いや、僕言ってないです。え、これいいっすか。これもらっていいっすか。俺ガチで行くんで。もう行くやな。はい、任せてください。はい、行けよ。やろうな。